相手を振りたいときに上半身で落とし動作入れる。これで踏むのと全然違うのかな。だから足の高さ一緒。この使い分け、次上半身あんま入れないやつ、これ。これ今上半身入れてる。次上半身だけ入れるよ、高さ一緒だから。上半身みんな上半身入れが弱い、こういう上半身うわ刺しに上半身を入れるってことは上半身のスピードを上げないといけない。分かる？上半身のスピードは何かっていうと上半身落とす動作、落とす動作。これがもしフォワードでできたら多分やばいと思う。落とすスピード上げるよ。こういうこと。これちょっと低いっぽくない？あんま低くないの。上半身だけ倒してるから下半身を低くしすぎちゃうと切り返してしんどくなるんだよ。